どうもダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、アップルから新しく登場しましたスタジオディスプレイ、こちらのですね開封レビューやっていきたいかなと思います。まあ実際に大体まあ1日2日ほど使ってみましたので、良、まあ、かった点ねはもちろんなんですけども、まあここはやっぱり使ってみてねいまいちだったなっていう点とかも含めてね、ちょっと正直にねお話ししたいかなと思います。やっぱアップルからですねスタジオディスプレイですね、まあ言ったらただのね画面なんですけども、価格がやっぱりこれ20万円ほどということでですね、これ高いんじゃないかってね、そういった声もございまして、まあ実際まあ正直高いと思うんですけども、高いですよね。はい、例えばその20万円の価値があるのかどうかですね、まあそういった部分をまあ使った感想を含めてね、正直にお話ししようかなと思っております。まあ今回なんですこのスタジオディスプレイのまあレビューっていうのはね、まあデザインとか含めてはもちろんなんですけども、性能的な部分ですね、スペック的なところ、あとまあそもそもまあどういったねこれ商品なのかっていうところですね、お話ししてですね、良かった点、このいまいちな点をですね、感じた点を正直にお話しして、買う価値あるのかっていうところね、部分最後とまあ結論みたいなところでお話ししようかなと思います。まあなんでぜひちょっとまあ購入を検討している方はもちろんですね、ちょっと気になってるんだけど、まあなんかどういった製品がよく分かってないなって方からぜひねちょっと参考になると思いますので、最後までねご覧いただければと思います。その前にね、お前は誰だよってね話だと思うんですけども、まあ僕自身ですね、あのガジェットをね、まあブログとかをまあ4年ほど運営したりとか、 YouTube もですね、まあもうそろそろ2年ぐらいになるんですけども、まあ100本以上動画上げたりしております。まあ今回の動画とか以外もですね、できる限りね、こういったまあ Apple 製品のねはじめとしたレビューだったりね上げてますので、まあ気になる方はぜひ赤いチャンネルボタンとね、このねぜひまた通知ベルですね、これぜひね、まだ押してない方はね押していただければと思います。チャンネル登録していただくとですね、まあコミュニティ欄っていうねところからですね、あのセール情報がねこう見れたりしますので、まあどうやらなんかチャンネル登録しないとね見えないね、ようなので、この製品めちゃめちゃお得そうだなっていうのをね、上げたりしてますので、おすすめ商品をねご覧いただければと思います。ということで、まずこのスタジオディスプレイってね、そもそもまあこちらにあるんですけどね、まあ何なのかっていうところからいきたいと思うんですけども、まあちょっと分かりやすくね説明したいと思います。まあこちらまあ一言で言うと、まあ本当ディスプレイですね、まあいわゆるモニターとね言われたりもしますけども、まあ例えばじゃあスタジオディスプレイ、まあこいつだけでじゃあ何かができるのかっていうと、まあ正直何もできないんですよね。これでじゃあ例えばじゃあ Mac が使えるとか、まあそういったことは一切ないんですけども、例えば他のは MacBook だったりとか Mac mini とか、まあ何でもいいんですけども、パソコンとかにつないで、まあ外部のディスプレイとして使えるというものになりますと。はい、まあ僕の場合だとこの今 MacBook Pro 14インチを挿して使ってるって感じですね。このスタジオディスプレイと、まあ、今回一緒登場したのがですね、Mac Studio っていうね、ものになります。で、Mac Studio 自体は、例えば M1 Max チップとか、今回出た M1 Ultra チップっていうのがね、登場したんですけども、まあ、なんで現状で、まあ、一応最強の性能を持つね、Mac Pro とかと同等の性能を持つ Mac になるんですけども、まあ、なんで Mac Studio っていうのは、逆に言えばこれあくまで MacOS をね、動かすだけのものなので、この Mac Studio 自体で、だけでは、まあ、使えないってことで、まあ、使えるっちゃ使えるんですけど、つまり別で、まあ例えば今回レビューするこのスタジオディスプレイとか、あとキーボードとか、まあマウスを、まあ自分で用意して使うっていうね、形のものになりますと。まあなんで、まあ今ある例えば Mac mini とかと同じですね。まあなんでこの Mac mini のまあ上位版となるものが Mac Studio。そっちが本体で、まあ今回レビューするスタジオディスプレイは本当このモニターですね。スタジオディスプレイは本当映す画面というか、ただのモニターっていうね、形で登場したものになります。ということで、まあちょっとスタジオディスプレイの性能とかね、スペック周りのところをね、簡単にちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、で、画面の大きさとしてはですね、27インチの、まあ 5K、5K の解像度のレティナディスプレイっていうね、ものになっております。まあ細かく言うと、5120×2880ピクセルっていうものなんで、まあ結構解像度としては、まあいいのかなというところで、輝度が600ニトっていう仕様になってますね。まあ輝度っていうのは、画面の明るさをね、表すものになるんですけども、まあどのぐらいその画面が明るいかっていうところですね。単位がニトっていうものを使うんですけども、まあ例えばiPhone の輝度ですね。まあ大体625ニト。まあ大体600ニトとかなので、大体 iPhone と同じぐらいかなと思ってもらえればいいと思います。あと仕様としては、高色域だったりとか、トゥルートンテクノロジーとか、まあそういったもの入ってるので、まあ基本的にやっぱまあ最近の iPhone とか、まあ、iPad とかのまあ画面、まあ同じようなものだとね、思ってもらえばいいかなと思いますね。画面の上の方にですね、カメラ、これ内蔵されてまして、まあ12メガピクセルの超広角カメラっていうのがね、
これ入っております。最近のまあ例えば iPad とか iPad Air とか出ましたけども、まあそういったものに入っているものと同じですね。同じもの入ってて、まあ例えば自動で自分とかですね、まあ他の人をこれ入ってきたりしたら追ってくれたりとか、こう画角をこう広げたりねしてくれるセンターフレームっていうね機能もあるんですけども、まあそういったものも入っておりますと。でビデオ通話とかもね、やっぱ今あのオンライン会議とかね、まあよくする時代だと思いますので、まあマイクとかスタジオ品質のものがまあ搭載されてたりもしますし、まあこちらについてちょっと後ほどね試した動画あるんでご覧いただけますけども、他のモニターとかとね、まあ違うのが、あとこのスピーカー性能をですね、のスピーカーがあの6つほどねこう搭載されてまして、音が空間的に聞こえるあの空間オーディオにこれ対応しておりますので、まあ本当疑似的ななんかね映画館みたいな感じで、まあ大画面とこのスピーカーでまあ楽しめるっていう感じにはなりますね。まあここもちょっと後ほどねもちろん聞いてもらうんですけども、まあ僕はやっぱ聞いた感想としてはね結構まあいいですね。なかなか迫力あるなっていう感じで、で今まであの例えば説明したインカメラとか、まあスピーカーの体験をまあこれより良くしてるのがですね、あの A13 バイオニックチップっていうのがね入ってるからっていうところはありますね。まあなので、まあディスプレイではあるんですけども、まあやっぱりその iPhone とかね iPad に入ってるチップなんで、まあその賢さみたいなところがまあより良いその体験をね生んだりはしておりますというところですね。端子については USB-C ポートがですね、まあ全部で後ろに右側に4つついてます。4つついてるんですけども、まあ MacBook とかにねつなげられるのは、つなげてねこの画面として出力できるのはサンダーボルト対応のこの1個だけっていうね仕様になっておりますと。はい、まあ他の3つは例えばじゃあ外部のこのストレージとかねだったりとか、まあ周辺の機器をまあ基本的につなげるだけのものにはなりますんで、まあここはちょっと物議をね、まあ、呼んでいるような仕様ではあるんですけども、で付属で一応サンダーボルトケーブルですね、まあ1メートルのものがこれついてくるんですけども、まあ結構あの真っ黒のね、まあ、デザインだったりして、まあケーブルも結構あの太めで、まあ、ファブリック素材っていうかね、まあ、繊維状のやつで、はい、まあ、結構かなりあのしっかりしたケーブルではあるなと思います。まあ、これで例えば MacBook とか Mac Studio とかとまあ接続して、画面の出力ですね、まあ外部ディスプレイとしてまあ今つないでるんですけども、まあこういった形で使うという形になります。で接続と同時に 96W のまあ充電ですね、まあ、電源の供給っていうのも同時にされるので、一応1本で簡単にこう 大画面にねつなげられるっていう、かつまあ充電もできるっていうので、まあここら辺はまあシンプルっていうところで、まあここら辺は Apple らしいかなっていうねところはあるんですけども、ちなみにこのディスプレイ自体にあのもう電源ボタンすらね、ないっていう仕様なので、本当にまあケーブルつないで起動するっていうね、あのすごいまあなかなか面白い仕様にはなってるんですけど、でディスプレイのこのガラスに関してなんですけども、まあ仕様としては2種類から選べるようになってまして、標準のガラスっていうのと、もう一つはですね光の反射を抑えるナノテクスチャーガラスっていうものがね、まあ選択できるようになってますと。今回あの僕が買ったモデルとしては標準ガラスのねこれモデルになるんですけども、一応ナノテクスチャーにしたらまあ大体プラスでまあ 4,5 万円ぐらいかなかかるっていうことになっておりますね。個人的にはね、まあシンプルなこのスタンダードの標準ガラスで、まあ、全然いいかなっていうところであるんですけども、結構まあ斜めから見たりすると、まあ、反射はまあ目立つ時は、まあ、あるんですけども、まあ、正直そんな斜めから見るっていうね、まあ、自分が作業してて、まあ、基本やっぱ正面から見るんで、まあ、あんまり特にはまあ気にならなかったりするので、まあ、正直標準ガラスで全然いいのかなと思いますけど、まあ、むしろそのナノテクスチャーにするとですね、まあ、画面のこの解像度、まあ、周りにこうなんかフィルムみたいなのが貼られるイメージですかね、あの画面の解像度がまあちょっとやっぱ落ちるようなね印象あったりするんで、標準ガラスの方が僕はまあおすすめかなっていう、まあ、今ちょっと見てもらった感じ、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと今光も当たったりするんですけども、まあ、そんなそこまで反射気にならないかなと僕はまあ思います。はい、続いてあのスタンドの選択っていうのもね、あるんですけども、まあ、僕の場合はですね、あの一番仕様としては一番上にある、まあ、シンプルな傾きを調節できるスタンドですね、タイプにしております。大体5度からマイナス5度から、まあ25度ぐらいですかね、まあ、こんな形で、まあ、高さの調節はまあこれちょっとできないのがデメリットであるんですけども、まあ、基本的にはあのまあ iMac の2021年モデルとかとまあ同じタイプなのかなと。スタンドを選ぶこれね、ちょっと注意点としては、あの僕ちょっと失敗しちゃったんですけども、あの最初からこれスタンドってもう完全に組み込まれちゃってるね仕様になってまして、つまりじゃあ後からやっぱりこれ外して違うのに変えようかなとか、モニターアームにつけようかなっていうようなことってねできないんですよね。なんでここはもう
もう完全にこれくっついちゃってるんで、まあ、しっかり最初に考えた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、どういった環境に置くのかとか、まあ、ちょっと考えて買うのがねおすすめかなと思いますので、まあ、僕はちょっとねあのモニターアームね一応使ってたりはするんで、そこら辺をちょっとねミスったかなっていうところもあるんですけど、でデザインについてなんですけども、まあ、ここはやっぱりね、まあ、もちろんアップル製品ということで結構まあかっこいいなっていう感じはねありますね。まあ、四角いデザインで非常にこうシンプルではあるんですけども、まあ本当にこう置いてるだけでね本当まあ映えるというか、まあ、普通にかっこいいっていう感じですよね。非常にやっぱ所有感とか、まあこう見た瞬間頑張ろうかなみたいな、この心を躍らせてくれるようなね、まあ製品であることはまあ間違いないかなと思います。これ後ろいけるかな、おわ、はい。でちょっとね後ろ側にしてみるんですけども、で後ろ側から見るとですね、まあ、あのアップルの、まあ、ロゴが、まあ、1個だけある非常にこうシンプルなデザインで、まあ、これはこれでまたね、まあ、美しい感じですね。まあ、基本的にやっぱ iMac と同じような形なのかなと思いますけど、結構重いですけどね。よいしょまあシルバーのまあデザインにはなるんですけど、まあ結構美しいなっていう感じはします。スタンド自体もねかなりまあがっちりしててですね、ちょっと重いのもあって、まあ非常に安定感はあるかなと思います。普通のモニターとかだとですね、あのまあ基本やっぱプラスチック素材とかで作られているので、まあその高級感とかに関してはまあ非常に違いはあるなと思います。あとまあ結構ねあのモニター揺れがねあの気になったり、まあ、僕も今あのこの、まあ、昇降スタンドっていうね使ってたりするんですけども、こう上げ下げするタイプですけど、やっぱり安いねちょっとモニターのタイプとかだと結構まあ揺れるんですけど、まあ、やっぱりスタンドがね、まあ、割とがっちりしてるってこともあって、まあ、結構このモニター揺れっていうのも割とね、まあ抑えれるのかなと思いますね。はい、ちょっと戻しますけど、うわ、でまあケーブルとかもねやっぱこの後ろの間からまあ通されているので、まあ、特にやっぱ前から、まあ、後ろから見てもなんですけどすっきり見えるなっていう形はありますね。はい。でまあ角度調節も、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、大体マイナス5度から、まあ、25度、まあ、この標準のスタンドだとですね、まあ、上向きとかはまあ結構割とね、まあ、向いてくれるかなっていう感じで、まあ、下はあんまり動かないですねまあ、 あんま下向きに、ね、やることないと思うんですけども、はい。で側面も厚さについてはまあすごいじゃあ例えば薄いっていうね、まあ、感じではないんですけども、まあ、ある程度まあ重厚感がある感じですかね。まあ、ちょうどどうだろうね、まあ、僕の多分親指ぐらいの厚さなんですけど、まあ、そこら辺がちょうどいいかなと思ったのと、まあ、例えばこの傾き調整のね、まあスタンド一番標準のタイプだと、まあ、意外とねそこまでその奥行きっていうのはまあ必要としてもうちょっとね僕奥行き、まあ、必要なのかなと思ったりはしたんですけども、まあ、意外とこの奥行きの部分ですね、まあ、そこまでスペースがなくても、まあ、割と置けるかなっていうねところではあります。まあ、大体 16.8cm、まあ、仕様としては あれば置けるってことになっているので、まあ、もちろんスペースあった方がいいんですけども、割とそこまで場所は取らないかなと思いました。はい。まあ、やっぱりあとさっきみたいにね普通のモニターとかと比べて側面とかはね、まあ、かなり高級感まあありますし、まあ触り心地とかに関してもねやっぱ違うなっていうのはね感じます。はい。なんでモニターというよりは、まあ、どっちかっつうと本当に、まあ、美術品とかねそういったもののなんかイメージですよね。うん、ラグジュアリーな感じがすごいというか。で、まあ、一応そのモニターとしてねもちろんこの使ってみた感想みたいなところなんですけども、普通にね画面としてはまずまあ綺麗かなっていう感じで、まあ、めちゃくちゃ綺麗とまではまあちょっと言わないんですけども、まあレティナディスプレイではあるんで、まあ、例えば有機 EL を使ってるとかまあそういうわけではないので、特別めちゃめちゃ綺麗かっていうとまあそこまでではないんですけども、まあ普通にまあ全然綺麗かなっていう感じではあります。まあその解像度的な部分とかでは問題ないかなと思うんですけど、まあ、一応 MacBook Pro はですね、まあ、今ミニ LED っていうね、もので綺麗かつね、まあ、120Hz のリフレッシュレートっていうね、まあ、すごいその滑らかな、ね、動きする画面のもの入ってるんですけども、まあ、スペック的にはこっちの方がね良、まあ、かったりするんですけど、一応まあそこをね僕今使ってるんで目が慣れてるとはいえですね、まあ、そこら辺がちょっと心配だったんですけども、まあ、実際にじゃあ使ってみて、まあ、そんなに、ね、違和感とかはね今のところ感じて ないですね、まあ、特にまあリフレッシュレート、まあ、60Hz っていう、ね、ものになってるんですけども、まあ、特にやっぱ画面とかについては、まあ、僕はそんなに、まあ変な違和感とかなかったのでスムーズにまあ使えてるかなと思います。でやっぱ音とかもいいんでね、まあ、特にやっぱ Netflix とか、まあ、ちょっと見てみたんですけども、まあ、映画とか何でもいいんですけども 全画面にして見たりするとこの映像体験とかっていうねめちゃめちゃやっぱいいんですよね。まあ、やっぱ音のこの
ね、スピーカーの良さも相まって、まあ、非常に本当テレビ感覚でやっぱ画面がね大きいっていうのもあるんで使えるというか、うん、本当にちょっとまあちょっとしたね本当映画館みたいな、感じで見れるので、まあ、これはね非常になかなかいいかなと思いましたね。ただちょっとやっぱ気になったのは、あの多少ですねこの周りの黒い縁、まあ、いわゆるこの、まあ、ベゼルっていうね呼ばれる部分なんですけども、まあ、若干ねやっぱ太いかなって思いましたね。うん、まあちょうど僕の多分指、まあ人差し指ぐらいかな、まあ親指ぐらいの厚さではあるんですけども、まあ若干やっぱね厚みは、まあ感じはするかなっていうね、もうちょっとなんか細くてもよかったかなと思ったりはしました。はい。さあまあ27インチで、まあ正直結構まあちょうどいいかなということで、なんか大きすぎもなく、なんか小さすぎもなくって感じなんですよね。はい、まあ、結構まあちょうどいいかなっていうところがあります。ということで、あとまあこのスピーカー性能についてね、まあちょっと実際に撮ってみたいので、うん、ご覧ください。はい。はい、ということでいかがだったでしょうか。あとねこのインカメラですね、まあ、これが結構ね、まあ、残念とか言われてたりするんですけども、まあ、ちょっと実際の映像をね撮ってみたので、マイクについてもね、ちょっとご覧いただければと思います。はい、はい、こちらがですねスタジオディスプレイの、この内蔵カメラ、インカメラとマイクで今撮っております。音質どうでしょうかね、まあ、ちょっとやっぱ見た感じね荒いなっていうところはありますね。はい、一応まあ視点でねこの iPhone で今、まあ、僕の視点で今撮ってるんですけど、結構どうですかね、まあ荒いかな、まあでも結構画角は広いかなっていうのはあるんですけども、なんだろう、割れてる感じはありますね。結構ノイズはひどいっていう感じはありますね。はい、こんな感じです。はい、っていうね感じあったんですけども、まあインカメラについてはね、まあ結構ちょっと残念な感じは正直ありましたね。まあこれはちょっとまあソフトウェアのねアップデートとかでまあ改善されるかもしれないんですけども、まああんまり正直今のところは期待しない方がいいかなと思います。で、あとまあちょっと簡単にね、まあ残念な点、まあ使ってみてここはちょっとどうかなってみたいなところで言うと、まずやっぱスタンドをですね、この高さ調節とか、まあ取り外しがまずやっぱできないっていうところをですね、注意点で話したと思うんですけど、傾きのね、標準スタンドだけだと、まあこの高さの調節っていうのがね、まあこのやっぱ高さの調節っていうのができないので、まあこの傾きはできるんですけどね。もちろんこの下にまあやっぱりスタンドを置いたりとか、まあ僕の場合だとちょっとまあとりあえず本とか置いてね、ちょっと高くしようかなっていう、目線を上げたいっていうのがあるんで、まあもちろんその高さ調節のスタンドもね、あるんですけども、それなんか、それにするとね、また別途まあ4、5万ぐらいかかるっていうね、まあ仕様になってるので、まあ一応20万っていう価格を考えると、まあどうなのかなっていうところはまあ正直ね、ありました。またやっぱスタンドこれ取り外せないので、ここはやっぱり特にじゃあそのモニターアームとか、まあ僕も今あるんですけど、もう一個モニターがね、まだついてるんですけど、そういったモニターアームとかで運用したい方とかは、まあ例えばそのベサマウントっていうね、モデル、まあそっちをまあ選んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。まあはい。まあ僕は完全にやらかしちゃったんで、そっちのタイプを買うのがいいと思います。で、二つ目としては、まあ、ディスプレイのこの出力がですね、やっぱ1台しかできないっていうところをですね、まあ、USB の端子、まあ、C の端子でも一応4つ、これね、後ろ右側についてるんですけど、このディスプレイの出力は1個しかできないですね。このサンダーボルトっていうやつがついてるものしか。なんで、基本的に本当 Mac と例えばじゃあこのスタジオディスプレイっていうもので、まあ、使う、本当1台の運用、だけっていうものでまあ使う、まあ1台で使うっていうもので考えた方がいいかなと思います。まあなんで例えばじゃあ他のまあディスプレイとね、デュアルディスプレイとかまあそういったものにしたりとか、他のまあパソコンとか Mac mini とか、例えば Mac Studio とかとまあ一緒に MacBook とかいろんなねパソコン Windows とか含めて、まあそういったものと例えば複数のデバイスでつないだりするっていうのはまあちょっとまあできなくはないと思うんですけど、まあめんどくさいっていうか、まあ頑張ればできると思うんですけどね、まあそういったものはまあ正直向いてないので、
まあやめた方がいいかなと思いますね。はい。ということで最後ね、じゃあこのスタジオディスプレイ買った方がいいのか、じゃあこの20万円の価値はあるのかっていうね、まあところなんですけども、一応買う価値自体に関しては、まあ Mac ユーザーとかであればね、Mac ユーザーならまあ全然僕はまあいいんじゃないかなと思います。ただ、ただし書きっていうのはまあ一応あるんですけども、はい。まあ一応まあ例えば特にじゃあ据え置きのこの Mac mini とかですね、まあ新しく出たこの Mac Studio、まあもちろんなんですけども、まあそこのやっぱじゃあディスプレイとして使うんだったら、まあこれ結構まあなかなかね、まあいいんじゃないかなと思います。まあなのでやっぱ特にまあ自分でキーボードとか、まあマウスとかまあ用意したいとか、ああいう方ですね、まあ、ベッドをまあ用意する必要はあるとはいえ、まあ非常にいい、まあいい環境が作れたりはすると思いますね。まあ画面自体はまあ普通に全然、まあ綺麗ではあるので、あとまあ僕みたい、まあ僕もそうなんですけど、あの MacBook ユーザーですっていうのも MacBook の良さっていうのはやっぱりさっきの例えば Mac mini とかね Mac Studio と比べるとこの持ち運べるっていうねどこでも使えるっていうのが良さではあるんですけども、そこをまあ活かしつつも例えばじゃあ自宅ではあのこうやって大画面でね、まあ、作業したいみたいな、あまあ僕なんですけども、あのまあそういったそこの両立をしたい方っていうのもまあ非常におすすめなのかなっていうところで、まあもちろんこのデザイン的にも Mac とかとね、まあ、あったりするっていうのもそうですし、やっぱ1本でこのつなげられるっていうのはまあ非常に、まあ運用しやすいかなっていうところで、まあもちろんこう電源とかさっきないって話なんで、まあ抜いたらこう消えちゃうんですけども、ただこうサンダーボルトね、まあ1本刺せば、はい。まあ、こんな形でですね、あの、すぐディスプレイとして、まあ、使えたりするので、まあ、なんで、デュアルディスプレイとか、まあ、そういうので使わない限りは、基本的にはね、MacBook と、まあ、スタジオディスプレイ使うみたいな形はいいんじゃないかなと思います。で、20万円のこの価格に関しては、まあ、もちろんね、全然、まあ、買いではあると思うんですけども、スタジオディスプレイ。まあ、ただ、正直ね、高いと思います。あの、まあ、もちろんデザインとか、この見た目とかに関しては、まあ、非常にこう、レベルが高いというか、まあ、本当に他にないようなね、まあ、あの製品ではあるので非常にいいんですけども、まあ、性能面とかじゃあ中身とかを考えると、あのまあ20万円っていうのは、まあ、結構強気というか、まあ、正直高いかなと思いますね。はい。まあその何ていうかその コストパフォーマンスってね、まあ、意味では、まあ、そんな良くはないかなっていうってことですね。まあやっぱりその例えばじゃあスタンドが取り替えられなかったりとか、まあ端子がねディスプレイの出力は1個しか使えなかったりとか、まあそういったところいろいろ考えるとっていうところですね。まあただもちろんやっぱ他にはない製品なので、まあ今のところはまあ買ってよかったかなっていう感じで、まあ僕の捉え方としてはなんかどっちかというとまあ美術品じゃないけど、うん、まあアート的なところもね、まあ含めて、まあそしてとして考えればまあいいのかなっていうところですね。はい。またちょっとね、あのまあ長期とか、また1週間、1ヶ月とか、まあ使ってみて、まあ良かったとこ悪かったとこね、また出てくると思うので、まあちょっとそこら辺もレビューをね、したいと思いますので、ぜひちょっとチャンネル登録とかしてね、お待ちいただければと思います。今回はね、ちょっとまあ購入迷ってる方とかですね、参考になれば幸いですね。はい。まあもちろんね、こう安い買い物ではないので、なかなかこう迷う方もね、多いと思うので、ほんと少しでもね、参考になれば幸いです。いつも ありがとうございます。あと、まあ、なんか質問とかあればですね、ぜひ、コメントね、気軽にいただければと思います。全部見させてもらっておりますので、今回、まあ、動画以外もですね、まあ、ガジェットのレビューとか、Apple 製品はじめとしたものだったりとか、じゃあ、今後、じゃあ、こういったね、Mac が出てくるんじゃないかとかね、今後の Apple 製品についてもね、動画、いろいろ出しておりますので、まあ、今回他に登場した iPhone SE とかね、iPad Air、第5世代とかもね、動画あったりするので、そちらもぜひね、参考にしてもらえばと思います。あと、まあ、MacBook のレビューとかもね、まあ、前の動画で例えば上げたりもしてるので、そちらもちょっとね、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。なんで今のうちにチャンネル登録もちろんなんですけど、横のね、このベルマーク、ぜひね、通知ベルを押していただければね、最新情報届いたりしますので、ぜひまあ、損したくない方はね、横の通知ベル押してもらえればと思います。ということで今回も動画見てくれてありがとうございます。この動画がね、もうほんと少しでもね、もうほんと少しでも役に立ったと思った方はですね、高評価だったりね、チャンネル登録、お願いいたします。はい。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。まあ、良い一日お過ごしください。バイバーイ。うん。まあ、スタジオディスプレイね、なかなかいいんだけど、まあ、もうちょっと使ってみてね。まあ、いいんだけどな。まあ、いい値段するよな。うん。まあ、頑張っていきましょう。